ぐらいやと思います。ちょっとお前に一つ聞きたいことがある。はい。なんかお前態度悪いらしいなんのすかいやなんかちょっと噂になっとんだって。一回俺んちでなんか勝利怒られたよな。お前なんでも言い合いってもんじゃねえぞみたいな感じで特に目立った言い合いってありましたバーベキューの時ちょっとこれ保留だな。じゃあこうか。態度悪い。竹野が先輩じゃないですか。うん。てめえとか言ってたんですよ。竹野ペコちゃんとかにも言っとってそういうことを。カンタが切り取って、うん、あカンタがそんなにこうだけして、はい、バーベキューの時でしょ。うん。切りました。なんてんこれまた事故っとるやん。前からっす。あ前からっす。ずっと僕が来た時からっす。なんかあったっすね、確かに。前のトラックへこんでる。前もあったっけ。なんかへこんでるトラックあるっすね。誰かが当てたかなんかで、前も社長と YouTube でやってたっす。お前だろう。で、ふくちゃんっす。隠蔽してるみたいな。隠蔽してるだろ、お前。何も来てんのに。違う違う違う。ちょっと離れるね、お前。違う違う、離れていくし、持っとるもの何それ。これ、違う。じゃあ離れる。お前もうここ中心。ここ持ってくよ、じゃあ。ここから手離すな。いつもそれ誰かしらに言われてるよね。来てんのぐらい半年ちょっとぐらいですか。半年ちょっとぐらいやと思います。ちょっとお前に一つ聞きたいことがある。はい。なんかお前態度悪いらしいなんのすかいやなんかちょっと噂になっとんだって。なんかちょっとあいつ酔っ払ったら態度悪いよねみたいな。一回俺ん家でなんか勝利怒られとったよな。なんでもいいって言いやいいもんじゃねえんだよ。俺ん家でなんか宅飲みしとって。あ、違う違う。みんなでご飯食べとった時にもその話題になって一回。そう、俺はおらんだろ。おる、飲んかで一緒に飲んでたじゃん。で、その時に勝利なんか注意されたんだよな。お前なんでも嫌いってもんじゃねえぞ、みたいな感じで。で、俺は別に、俺はあんまり気にならんだけど、そういうの。僕もあんま気にしなかったですけど。なんかでも それだけじゃなくて、なんか最近もなんかちょっとなんか態度が悪いとか、なんか酔うと態度が悪いとか言って。酔うとも何も、そんな最近飲みに行ってないんですけど。あ、みんなと？で、基本いつもねぶたとか言っても僕飲まへんすもん。あ、そうですね。あんまり別にみんなとそんな飲んでない。飲みに行っても、家に帰る手段が遠いんで僕だけ。本当に奥さんがいる、来てく、一緒に来てくれる時とかしかない。そうそう、おる時はこの帰り運転してもらえるんで飲みに行って。その時はなんかお前、なんか言い合いかなんかしてないのじゃん。言い合い、特に目立った言い合いってありましたっけ。バーベキューの時誰か足場班と。まあ、もう俺もちょっと噂に聞いただけだね。言い合いした覚えはあんまないんですけど、はい、お前が見たら別に普通なんだ。普通っていうか、うん、なんかその口悪いイメージはあるけどな。あ、きついイメージはあるかもしれない、うん、口がね。ただあの時はもう寝に行っただけそうそう、本当に行こうとした。結構バーンってなんかそういうのないんだ別に。なんかみんなに注意されたら、ちょっとお前酔っ払って態度下げずやりいいぞとか、そういう注意されたとかないんだ。何せ好んで飲んだ酒でもなかったね罰ゲームで飲んで、いやいやいや、テキーラ飲まされ。罰ゲームなんかやってるのお前。大富豪で大貧民が飲むみたいし、4回5回連続ぐらいで負けて。でまあ弱いんで。トランプの。そう、弱かったんでその時一生のお前がガンガン飲まされて負の連鎖だったんですよね、あれが。ほんで喧嘩になったの。いや、なってないです。そのまま寝たっす。あ、ほんと。寝て、またよ。テキーラかなんかしてる。ブラックニッカかなんか、ウイスキーかなんかで、ね。うわ、きついな、それは。こんなやってんのかな、じゃあ。ちょっとこれ保留だな、じゃあ。しゃあ。お疲れ様です。はい。ちょっとショー座って、ちょっと一個聞きたいことが、まあ、これだけ。じゃあお前マイク持っとかんと意味ねえじゃん。なんか何こうか態度悪いやん。態度悪いっすか。なんかちょっと噂になったな、態度悪いって言って。態度悪いですかね。なんか、うん、若いっていうのもあるっすけど、まあ関係ないっすけど、それ言ったら、うん、それ何の噂なんですか。なんかバーベキューかなんかやったんじゃないの。ああ、なんかその、それは嫁、なんか結構酔っ払っとったやつも、うん、テキーラとか飲んでたんですよ、うん、で、ゲームかなんかやったの。そうっす、ゲームやっとって、でその前にも結構タケとかにも、タケの方が先輩じゃないですか、うん、だからてめえとか言ってたんですよ、タケに。結構酔っ払っとって。そんなにあいつ結構酔っ払ったらいいですね。まあ、そんな感じに、ね、見えんけどな。まあ、なんかちょっとおかしい感じもあるけど。ペコちゃんとかにも言っとって、そういうことを。ああ、
ペコちゃんにおめえとか言ってとかなんと言えとか言ってそれ友達としてじゃないの。まあ多分そうですね、まあ、でもちょっとそういうのはあるだろう。別にその良く言えば別に突っ込んでくるけど悪く言えばちょっとあの空気読まずに行くみたいな。まあそうですね、まあ、悪いとこじゃないと思うけど、まあ、行けるだっていいんか、はい、まあ、使い方なのかなって、はい、ああ一回お前俺んちでそうこれが動画になっとんだけど見ると、はいはい、俺んちでなんかお前チーショットじゃん、はい、お前何でも言えいってもんじゃねえぞみたいな。まあそうですね、そのな俺に対する態度がなんか悪いかなんかで何でもいいで言えいってもんじゃねえぞって、まあ、俺なんか意見がどんどん言えとか言ってそうなんか言ったらお前が言ったら何でもいいで言えいってもんじゃねえだろ、はい、お前とか言ってなんかあったよな。ありましたね。でそういうのが多々あるな。ちょっとタケとか岡部とかにも態度悪いんだ。まあ酒飲んだら飲んでなかったら別に普通な普通です。ちょっとおかしくなっちゃう。まあミッチーくんタイプじゃないですけどゲームのあれで、うん、そしたらもう結構僕もなんなんすかみたいな感じで言われて、うん、で僕はちょっと結構いらつい僕も結構いらついたんですよ。俺だったら消えるかもしれないな。でそのバーベキューの場だもんで、うん、じゃあみよちゃん変わってって言って、うん、僕はゲームやってたんですけど僕、うん、子守でじゃあみよちゃん変わってって言ってもうその前のとこイヤイヤしてきたんだ。結構イヤイヤしとって態度悪かったんだ。いや本当にそれ言わんのお前ら。ちょお前態度悪いなとかあんまりそれ言うんすよ。言うお前ら。え言うんすよ。いやただその飲みの場だもんで、うん、その説教はしたくないもんで別に関係ないでしょ。いやそうなんですけどまあ僕のあれが、うん、それがあったもんで、うん、で僕子供抱っこしてそのゲームやめて、うん、でそうしたらなんかカンタが切れとって。もうあカンタがそんなにコーダに対して、はい、ちょっとそれちょっともうそれ何ちょっとカンタちょっと何お前ちょうど胸に刺しといて何コーダ態度何悪いの。なんか最近問題になっとな結構酒飲むとだよな。酒飲むとお前なんか仲いいだろどっちかっていうとなんかお前一派って感じがするけどな。だから小一派はなんか竹って感じでなんか簡単一派はなんか高砂って感じがしそういうイメージあるんだけど俺は旗からな。だからお前も切れたの高砂にバーベキューの時でしょ。うん切れました。なんてそのまあ飲み合いしとって、うん、カード一気かなんかやっとったの。あ、そうですそうです。コウタの、うん、まあ、うん、に対して、うん、まあ最終的になんか、うん、怒っとって、コウタが、うん、まあ千葉喧嘩みたいな。なんか年上なんだろ。年上で、ね。結構しっかり飲むみたいな感じなの。だっ。と思うんすけどね。結構シャキシャキしようんだろ。そう結構うるさいだろ。だってそうゲームのあれでそうなったんでしょ。あれゲームじゃない。2人が喧嘩になったの。なんかちょっと小競り合いみたいな。あ2人がそうあそこお前がおったんだ。いました。ぶっちゃけお前どうなの。そうお前はまあ可愛がっとるじゃん。可愛がっとるからこそお前が、まあ、一番いいやまあキリの収まるんだけど最後飲んだらでもちょっと誰でも態度悪くなるね。口が悪くなるっていうか。あいつが、はい、そんな岡部とかタケリは大将はどうマーマイクロに強いあ、そうタケリ、タケリその辺からなんだよ、もうタチからスタートがタケの嫁にも結構強いこと言っとって、うん、タケもなんかまばらいながらいかにしとけよみたいな感じ言っとったんですよ。ああ、人の嫁に頑張るもんね。ちょっとお前それちゃうやろみたいな。で、その後に気づいたらカウントとこいつが喧嘩になってどうしたのですか。本当にもうマジ喧嘩したんだ。説教みたいな感じです。ああまあまあそうコートはそこでシューンってなって家でやりますみたいな。は家でやれよみたいな。こんな集まりの場でそんな嫁と喧嘩してみたいな。ああそれ注意したんだ。そうっすお前意外にしろよお前でそうっすゲロも入ってるらしいです。あそうあそういうやっぱな詐欺さんいいよあいつ悪いと思うんですね。そうでもビール飲んどる時は全然なんですけどその時ウイスキー飲んでてテキーラがなんか飲んだよ。変じゃねえキーラなんかすんだよお前いい年こいてお前そうだと思う。ちょっとすよ。ああ、ガキか。3本ぐらい開けましたよね。そう、ちょっと問題だな。ちょっと面白くなってきたな。問題が起こると面白いよ、俺は。そう。それはね、大事件じゃないんだ、じゃあ。ちょっと岡部と滝の気持ち知りたいな。はい。じゃあ、ありがとうございます。情報提供。あ、僕かつ、うん、お前どう思うの。何ですか。コータ。コータ。いきなり。
いやちょっとあいつ態度が悪い説が出とるね。あ、現場に一回聞きに行ったんだあいつ、はい、お前なんかあんま態度良くないらしいなとか言って言いに行ったんだけど、態度が良くないっすよ。もうそういうお前それ思わんだ別に。何も思わないっす。なんかああいうなんかなんていうんですか、無表情みたいな感じじゃないですか。お前もなんかちょっと態度悪いって言うんだから最近問題だってことな。全然誰か言ってるか分かんないですけど言ってくれるよ。いやいやいや、そんなこと。じゃあまあいや、コータの問題だよ。コータどうなの。どうもないですね。別にお前もそう思わん。あ、もう思わないです。ちょっと態度悪いなとか。まあみんな、まあ、まあ情報ではタケとかその岡部とかに対してちょっと、いや当たり強いなこいつって。いやみんな結局好き嫌いじゃないですか。この人がいいとかこの人が喋りやすいとか。だけどお前その組織だもんね。お前先輩後輩大事や。俺そういうの嫌だもんな。後輩はどこに行っても後輩だで、上は絶対だもんな。僕らしたら、いや分かんないっす。そうするとだって僕らはこいつ年下っすもんね。でも別にいいこと言ってきますし。いやだからちゃんとレギュラーなっとんだよ、リュウジ君だよ。いや僕には全然別にそんな ここの関係だよ。はい、そんななんかわけわからん態度じゃない。全然。でもコウタもタケもオカベも、もうオカベぐらいですよ、レギュラーないのは多分。あ、まあまあ岡部は分かるよ、うん、イラつく時あるもんあいつ。コウタは別に普通なの。別に変わらないですね。その岡部は同級生か一個下です。そう、岡部と同級生ですね。ここまあまあ岡部は同級生な、まあ別に最悪いけど、タケに対する態度とか別に何もないお前からしたら。まあ、ないっすね。多分そこまで気にしてもないくらい。ちょうどそこの時もおらんかったんですよ、バーベキューの時。ああ、そういうこと、はい。もういたっていうかもう口が悪い。コウタが、あ、そうなの、酔っ払ってる。あ、なんか酔っ払っとんのなだろうなっていうのは思ったけど、なんか別に。でも俺にはなんかハンブリくださいとか言ってなんか別に普通だった。別に普通でしょ。結局一番最初のバーベキューの時も女と言い合いになって、は、ね、女と言い合いになって、うん、完全にコウタが悪いって感じだよ。そうっすね、生きちゃうんだ。生きなんか何をそんなことで切れる。切れるでしょ。あれはは生きだと思って。ちょ、みんなの前で格好つけちゃうみたいな、あーみたいな、ちょお茶持ってこいみたいな感じで、気持ちがでかくなっちゃうんだな。その一番最初だし、変な気使って酔っ払ったのもあるかもしれない。あ、でもちょっと見せなかみたいな感じで。だから なるじゃん男って。生き出しちゃうじゃん。もっと家庭の寺道もそういうとこあるじゃん。寺も昔そうだったやん。しょうもない喧嘩なんですよ。分かる分かる分かる。家事のこととかの言い合いとか、それでコウタから仕掛けてくるみたいな。そうっす、お前よちゃんと洗い物しろよとか。そんな感じですね。いきなり突然みんなの前で。まあちょっと状況確認だな。じゃあまあこれが十分か。取れたが十分だわ。はい、視聴者皆さん、ちょっとコウタ君問題児ですが、下げ癖が悪いってだけでしょ。そうなってくる。いや分からんけど、なんか、はい、視聴者皆さん、まあ大体把握しました。まあちょっと今後何か問題を起こしてくれると思います、彼は。楽しみにしておいてください。プライベート問題じゃないですか。せーの、また見てねー。